しょー。よいしょー。よいしょよいしょ、素晴らしい、ありがとうございます。うん、よいしょ、いただきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、真ん中。ショー。ああ、ナイス。Thank you。もう中華も甘すぎじゃないですか？いや、洋菓子は大好きです。ケーキ、アイスクリーム、ジェラート、フルーツ大好きです。和菓子があんまり得意じゃないってことね。そうですね。あんこが苦手です。普段どっか洋菓子食べに行ったりするんですか？ああ、私岐阜県大垣市出身なんですけど。はい、あの水玉園という、これ店名出していいんですかね、はい、水玉園というお茶屋さんがやってる、はい、作ってるあの抹茶のソフトクリームがありまして、はい、あの兄弟3人みんな大好きで、はい、いつもその250円のグリーンソフトというソフトクリームをかけて、はい、兄弟でゴルフの勝負をしています。いいですね。おすすめです。ぜひあの皆さん行ってください。ありがとうございます。145ヤードクラブは8番で行きます。花道 OK。 すいません、なのでちょっとつま先下がりであんまりフルスイングしないので1個番手上げて9番でちょっと押さえて打ちたいと思います。お、乗りました、よかった、ありがとうございます。ナイス。次こそは。50でいきます。はい、あ、シャンクや。え、あんなことあんのか、参った。珍しいスライスです。はい、惜しい、オッケー、はい、パーです、ありがとうございます。よし、あかー。惜しいですけど、男気が。私に足りないのはそのお父さんの男気なので。これ手作りなんですか？このワンちゃん手作りなんです。誰だったんですか？知り合いに作っていただきました。あの飼ってたチワワの写真を送って、それ通りに作っていただいて。家のいいのはこんな感じですか？はい、かわいいな。これちょっとセンター真ん中ずれてるのも忠実に再現していただきました。
ありがとうございます。よいしょ。よいしょ。はい、あーど真ん中。おー素晴らしい。ありがとうございます。いきます。よいしょ、いい球。よいしょ、よいしょ。これ飛距離出てますね。わすげえ。150ヤード、ちょっとつま先上がりで7番アイアンで打ちます、はい、ちょっとお父さんに3ヤード負けました、はい、ドライバーうん、いいね、いいね。右横や。お、乗りました。お、ありがとうございます。素晴らしい。147、8番アイアン。これもいい、ナイスショットです。引っつけよ。うわ、ナイスオン。ナイス。ちょっと弱かったか。エッグ、赤エッグ。なんか打感良さそうですよね。音がすごくいいです。優しめのクラブよね。ホージド。道具のことはね、あんまり悔しいことないの。打ったフィーリングが大事ですよね。打った感性でこれええな思ったら、それでずっと使ってるいうか、ドライバーもそうやね。もう長いことつことんねん。登れ。おお。バンダイするけど参考になるように打ちます。おーい、おーい、止まって息にお寝を止めよう思ったな。すごい打っちゃった。すごい打っちゃった。まあ今までのね、わ、3メートルもまだある。おお。引っ掛けた。ごめんなさい。オッケー。はい。ナイス、ナイスパー。サンキュー。失礼いたしました。私はあれでバーで撮って息の根を止めようみたいな。残り3ホールですけど、どうですか。ちょっと今までショートして多分今出し切っちゃいました。出しちゃいました。まあでも3ホールで1打追いかけてるので、はい、ちょうどいいぐらいの目標じゃないでしょうか。なるほど。もう3ホールはもう本気出してギャフンと。お父さんも多分崩れないので。なるほど。ちょっと私が頑張ります。もう私疲れてんの。お父さん元気ですか。はい、元気ですよ。はい、頑張ってください。よいしょ。サンキュー。
しょー。サンキュー。完璧や。はいしょー。チャンスにつけて、外してた距離なので。はい。5番アットから入れてみて、5番アットでします。ナイスやナイスや左行っちゃった。木の、根元。お、あ、うん、あ、あ、耐えた。耐えてない。いや、耐えたよ。落ち。上からトントン落ちたね。池来いよ。おお、ナイスガッツ。ほら、しゃあないわな。大切に。何倍？56度で横に40ヤード出します。はい、木にかからないように。ナイスや。はい。ありがとうございます。ナイス。約10ヤード。はい、ギャブウェッジで打ちます。ナイス。ありがとうございます。ナイス。16。下り。オッケー。止まるんだ。二人ともパーパットだね。頑張ろう。うわあ、惜しい。よかった。オッケー。オッケーです。はい。いやあ、惜しい。惜しい。ああ、ボギーです。一緒ですね。もう覚悟しちゃったのに。あ、入らないです。次に続く。125ヤード。9番ヤード。9番。私も9番で行きます、はい、完璧じゃん。閉じてる。完璧じゃん。よいしょ。入った。うわー、入った。入ってないです。うわ、ナイス。ナイス。そうですね。得意の9番アイアン、ピッチングあたりでもやってて、はい、ちょっと9番で抑えて打ちました。すごい近いですね。これ1メーターぐらいですか？頑張ります。次を入れてものにしたいと思います。入ってないので最近。
次は入ります。はい、入れます。惜しい。雰囲気が出ています。なります。ナイスバーディー。すごいな、勝負強い。戻しました。あと一ホールで。参った。ラスト一ホール。イーブン、イーブンやな。はい、イーブンです。ありがとうございます。よいしょ。ちょっと右。ナイス。うん。行きます。はい。よいしょよいしょよいしょ。なんか超えたやろ。超えてます。同じところやね。ナイス。はい、7番ウッドで打ちます。ありがとうございます。完璧で、はい、左サイドに置きたかったので良かったです。スプーンです。行きます。力抜いて転がれい。うわあ、どんどん行け。転がれいでい。まだ左サイドまで行ったんだ。うん、まだパワー5なんで。まあ、よかった。練習場になる。だね。残り110ヤード。また斜面のすぐ手前なんだね。あれは手前からだ。いや、寄りそうだな。いい音するな。ちょっと左か。あ、でも同じなんだね。しゃあないわ。ナイスオン。55ヤードです。55ヤードです。56度で打ちます。で、ピンの上がすぐ段なので、ちょっと丁寧に打ちます。危ない。ちょっと下りが残りましたが。7メーター下り。伸びろ伸びろ。うん、もうちょい向こうやったな。
あ、あ、えらいことやぞ。よーし得意なスライスや。なるほど。ナイス。ありがとう。本日お疲れ様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございます。今日はイーブンってことで。すごい熱い戦いでしたけど、お父さんどうでしたか？最後まで崩れんと、まあ、自分のゴルフができたと思います。はい。ありがとうございました。そしたらラサ選手どうでしたか？はい、私はもったいないパットとかもったいないミスがもういっぱいあって、まあ、でもその前の、まあ、いいショットはいくつか自分でもいいショット打てた場面はあったので、まあ、ちょっとそれをものにできなかったりとか、あと、まあ、ちょっとパンチが入ったパット、スリーパットしてボギー打ったりとか、まあ、ちょっとミスが続いて、まあ、でも結果的にイーブンだったんですけど、まあ、お互いこう追いつき追い越せで結果的にイーブンだったので、まあ、自分的には、まあ、ちょっと悔しいですけどなんかこの番組初の最終ホールまでもつれたということ で、まあ、それは良かったかなと思います。そしたらまた来てお父さんをギャフンと言わせてください。はい、もう次はギャフンと9ホールまでに9ホールもつれないぐらいいい、はい、ゴルフをお見せしたいと思います。そしたらお二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。どうも。本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。できたら次の対戦相手とか紹介してもらえないですかね。はい、一人だけ。あ、いますか、はい。ありがとうございます。そしたらちょっと今連絡してもらうとかできます。今ですか。はい。わかりました。今ですか。今連絡していいですか。はい、お願いします。はい、あ、もしもし、ラサです。コマカントリークラブはですね、チャンピオンコースで、今までも数多くたくさんのトーナメントを開催してまいりました。2019年には関西オープンというのを開催させていただきまして、前ですけども、日本プロをさせていただいております。また今年ですね、今年の9月には新ハンドンヘ、オープン、これが開催が決定しましたので、9月また皆さんお越しいただけたらというふうに思います。